シェリルリー・ラルフはアメリカ合衆国コネチカット州生まれの女優、声優、歌手である。女優、歌手として活動するラルフは1956年にコネチカット州に生まれる。ジャマイカとニューヨークで育ち、半分ジャマイカ系の血を引いている。1973年にミス・ブラック・ティーン・エイジに輝いたこともある。という若さで大学を卒業し、大学雑誌の トップ10カレッジウィメンにその名が載せられた。女優を目指して1982年頃から舞台女優としてキャリアをスタート。ミュージカル舞台版のドリームガールズにおいて映画版でビリオンセノールズが演じていたディーナ・ジョーンズを演じてトニー賞にもノミネートされた。その後映画やテレビなどにも出演し始めて順調にキャリアを重ねていく。1990年に ダニー・グローバー主演の2スリープウィーズ・アンガーでインデペンデント・スピリット賞を受賞。アフリカ系アフリカ人女優としてはその功績を称えられ全米国人地位工場協会に5度ノミネートされている。1998年の映画シークレッツでは出演のほか監督と脚本も務めた。現在は映画よりテレビドラマへの出演が増えている。 1990年に結婚した夫との間に二人の子供がおり、2000年にその夫と離婚しているが、2005年に再婚した。ありがとうございます。